おはようございます。前回失敗したダンジョン行こうと思います。ここですね。で、前回ね、前回の動画を編集しながら思ったの。このね、アモールの水と魔法の聖水を持っていこうと思う。前回失敗しちゃったのは MP 回復できなかったからだと思うので、 MP 回復できるように魔法の聖水を持っていきます。で、この聖水は間違って買いました。 MP 回復すると思ったらしないやつだった。じゃあ行こっか。あとね、ボスのところでね、命令させろでペロペロしようと思う。ペロペロで敵の動きを封じて、ずっと私のターンみたいな感じで行こうと思います。レミラーマ、おー、いいねいいね。おお、いいね。イオがイオラになったそうです。あ、宝箱。62円。あ、なんか欲しい。右の子欲しい。燻製肉。右のカメムシみたいなの欲しいな。で、もう一個あるよね。骨付き肉。どう？仲間になる？よし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 。オスなんだ。うん。スカルプ。連れていかない。お、なんかあった。アモールの水。いいよ。なんかある上。この模様なんだろう。模様かな。踏んでも大丈夫なんだ。ただの模様なんだ。なんだっけ。レミラーマ。お、回復。よしよし。お、レベルアップ。強い強い。
BGM 変わった。あっという間に最後の方に来た。お、いいね、便利だね、レミラーマ。うん、下だ。よし。じゃあ、まず、ペロペロします。で、ペロペロすると MP がなくなるから、魔法の聖水で回復。うん、アモールの水いっぱいある。HP は回復できるね。で、強さ。うん。ほぼ満タン。あ、いけるぞ、これ。よし、行こう。ダメか。よし、バトルだ。で、作戦で、ゲレンゴが、殴ります。で、カズ、ここは特技でペロペロします。そうそう、命令させろでいろいろ選べばよかったんだよ。ピオリムってなんだろう。あ、いいね、いいね。よし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 。え、これずっと私のターンが始まるよ。じゃ、ゲレンゴが殴ります。カズコが特技で舐め回します。これでずっと私のターンです。冬見場も殴ろう。43。36。え、ゲレンゴより冬見場の方が腕力強いの？マジかよ。46、35。冬見バー46、ゲレンゴ35だった。え、もう冬見バーの方が攻撃力あるんだ。え、びっくり。じゃあ、さっきと同じように行こう。平気だった。よし、で、ゲレンゴに、薬草を使おう。ゲレンゴ。外すこともあるんだね、ペロペロ。作戦命令させろ。特技。真空切りやってみようか。カズコ、舐め回す。弓が命令攻撃42、ちょっと高いね。よし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 、次も私のターンだ。で、道具で薬草をゲレンゴに使う。アモールの水をゲレンゴ。え、カズコペロペロしてなよ。ゲレンゴが真空切りで、カズコが舐めて、弓バーが殴る。よし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 。で、さっきと同じようにカズコがペロペロで、冬見バーも殴る。あ、
倒せた。結構いけるんだね。私強い。あ、カズコレベルアップ。捨て身覚えた。魔法ターンってなんだろう。レベル上がった。負けた。ざまあ、ちゃんと命令すれば勝てるんだね。よしよし。じゃあ次私何すればいいんだろう。格闘場かな。格闘場勝てる気がしないんだけど、まあいいや。じゃあ次回格闘場だと思うので行ってみます。